岡ヤドカリがいます。まあ、アフリカマイマイの殻を、これですね。これ結構、焼いて食べると、そこそこ美味しいんですよね。まあ、結構なんか大きいヤドカリで、多分ヤシガニの次に大きいんじゃないですかね。まあ、昔はなんかまあ、海の貝殻、まあ、海の貝殻とかの大きいやつ選んだりとか、まあ、ヤンバルマイマイの大きいのに、まあ、入ってたんですけど、まあ、ある程度大きくなったらもう、さすがに入る殻がなくて、なんか空洞の木の枝を背負ったりしたんですけど、アフリカマイマイが来てからは結構、アフリカマイマイの殻背負うようになってますね。これ。ちなみに、大きさこれぐらいです。ただこれ挟まれると結構痛いんで。はい。ちょっと引きずり出そうとしたら、まあ、卵持ってるんで、まあ、ちょっとかわいそうなんで、まあ、引きずり出すのやめるとして、この部分です。この真ん中のちっちゃな足って結構この、殻に閉じ込まれる。だから、下手くそに引っ張ると、胴体がちぎれてしまうんですね。で、これ、今、卵持っていますね。で、ということは、メスですね。さすがに卵持ってるのは引きずり出すのはかわいそうなので、やめます。